こんにちは、大橋デッサン研究所の大橋です。絵の話、今回はですね、1万時間の法則ということについてね、お話ししてみたいと思います。皆さんね、1万時間の法則ってご存知ですかね。よくね、割と有名な法則なんですけど、何かをね、マスターするのに、基本をマスターするのに、かかる時間とね、言われてるわけですよね。特にそういう専門技術だとか、ちょっと技術職ですよね、のことがマスターする、どんな分野でも、1万時間かかるよってことも言えるし、逆に1万時間やればマスターできるよってことなんですよね。なんで今日はね、それについてね、ちょっとこの電卓を使ってですね、ちょっと計算していきたいと思うんですよ。それでね、まずちょっともう完全にこうトップレベルのね、例えば芸大を受験するみたいな感じで、芸大に受かるっていうふうなのを、一応基本ができた、完全にできたとしますよね。ちょっと高いレベルで基本を設定します。で、そしたら誰も文句はないと思うんでね、それが基本ができたってことにしましょう、まずここではね。なんで、で受験生の場合ですね、だからね、ちょっと極端な例ですけど、受験生の場合は6時間に1日大体書くんですよ。なんでね、で6時間かける週6日書いたとします。じゃあ日曜日はお休みで、6日書くと36時間ですよね。1週間で、36時間書きます。でそれかける、1ヶ月はちょっと 4.2 週という計算にしますね。ちょっと5週目がある月もあるんでね。でそうするとね、ざっくりですよこれね。でそうするとね、151時間なんですよ、月でね。それで月で151時間なん でかける12ヶ月すると、1814時間になります、1年でね。1年で1年みっちり書いて1814時間だっけね。はい。で、ってことは1万時間に到達すると、1万割る、1814をやると、5.5 年かかるわけです。5.5 年ね。だから例えば受験で芸大を受かるために、例えば高校2年生ぐらいからやって、高校2年生3年生が大体浪人生1年分としてね、あんまりいっぱい時間がないんでね、それを1年分で、それからこうね、1浪2浪3浪みたいな感じですよね。そうすると5年ですよね。それで受験前とかね、ちょっとたくさん書いたりするんで、週6時間以上書いたりするんでね、なんで1日6時間以上ね、1日12時間と書いたりするんで、そうすると大体それぐらいの計算になるわけですよね。だから3浪ぐらいすると受かるわけです。だから3浪するのとかっていうのは当たり前の世界が繰り広げられたりするわけですよね、受験の芸大とかだとね。なんで、そんな計算なんですよ。だから皆さん知らないかもしれないですけど、それぐらいね書くんですよね受験生だとね。でそれはそんな世界は皆さんは違うんでね、それは置いといてですね、もし受験生の方がこれ聞いてたらね、あそうかって言ってね、あこれやればいいんだみたいな、1万時間やればいいんだね、1万時間書けばいいんですよ、そう受かりますんでね。はい。じゃあね、皆さんね、じゃあ例えば教室のね人ね、うちの今日僕教室やってるんですけど、教室の人教室に週1回2時間書きます。それで計算してみましょうか2時間ね、で2時間かける週1回しか書かないから、もう2時間が1週分ってことですよね。でそれでかける、4.2 週をすると 8.4 時間になります、月でね。でそれかける、12ヶ月で、ちょうど100時間なんですよね。1年でね、1年で趣味で週1回教室通って2時間書くと、日曜日とかにね書くとですよ、僕がやってる教室も皆さんそう、教室だけで書いたとしたら、そういうこと計算なんですよ、100時間ね。だから100だから分かりやすいですよね。だから1万時間に到達するまでには100年かかるってことなんですよねよく100年早いっていう話がありますけど、だから100年かかるから100年早いって言ってるわけです。なんで皆さんがなんか自分 の才能だとか、また才能の話もしますけどね、才能を疑ったりですね、何かこう上手くならないって悩んだりするのは100年早いっていうことなんですよねだから100年やってれば身につきます、完璧な基礎がね、なんでまあ、そう考えるともう無理でしょ。だからね、もう無理なんですよ。だから、で、無理でいいわけね。そんなところまでやんなくたって、
楽しんだ、楽しめばいいんで、その子はやらなくていいんですよ、全然ね。なんで、だからそんなもんなんだと思って、あんまりね、すごく仰々しいモチーフを描こうとしたりですね、何かすごい作品を描いてやろうとかね、あんまり思わないでですね、いや、描いてやろうと思う人はいいんですよ、まあ、毎日のように描いて10年間ぐらいやればできるかもしれないですけどね、ゴッホみたいにこう10年ぐらいやれば、それなりの歴史に残るかもしれないですよ、毎日やればね。なんで、わかんないですけど、なんか日曜日にちょろっとね、描いててっていうんだったら、もうそれはもうね、ちょっと描ければ十分だと思ってね、そんなもんなんだと思って、なんかちょっとしか描いてないのに、ずいぶん上手になったなっていう風にね、どんどん自画自賛をしてですね、そんなにほいほい上手くなるんでないんでね、なんで、それほどやるわけですよね。なんで、皆さんはね、あんまりこう、専門のそのね、受験生とかがどれだけ描いてるかとかってあんまり知らないと思うんでね、今日はちょっとそれを計算をね、ちょっと対比でしてみましたけど、もうゴリゴリに描いて5年以上もかかるような世界なんでね、で1万時間に到達するまでには皆さんはね、まだね、随分時間がかかるってことなんで、多分到達する人いないと、これをね見てるような人はね、到達する人いないと思うんですよ、そんなに描いてる人いないと思うんでね。なんでまあこれはもう諦めよみたいなね、諦めの境地で、まあ、基礎はできないみたいな基礎が完璧にできるまでいかないみたいな感じ でそれぐらいリラックスした気、またリラックスの話ですけど、それぐらいリラックスした気持ちで、まあちょっとできればいいやって感じでねやると、そう意外とねしっかり積み上がるんですよね。なんであんまりこう やったりぞなんて思っててもね、なかなか積み上がらないんで、そんなもんでね、まあちょっとね、ちょっとやる気が出てきたから少し時間増やすかとかってね、もうちょっと2時間じゃなくて4時間かこうったら50年になりますよね。8時間だったら25年になりますからね。そうするとちょっと人によってはちょっと見えてきますよねそんな感じなんで、ですけど、まああんまり頑張り慌ててねぐるぐる書こうと思っても行き詰まっちゃってね、嫌になっちゃってもうつまらなくなってやめちゃったっていうのはもう、まあ、この動画で何度も言ってますけど、趣味の人はそこに行きやすいんでねちょっとすごく長い目で見て、やってあげると。でそう考えるとですね、もう皆さんは死ぬまでですね、もう誰100年ですから、もうこれを見てる皆さんは死ぬまで、やってもあまりあるね、もう奥行きがあるわけです。懐の深さが、絵っていうのはね、絵っていうか、まあ、絵なんかもっとあるし、デッサンだけでもね、デッサンっていうもうすごい基本の基本だけでも100年分のね、皆さんには やるべきことがあるわけです。だからもうたっぷりねやることがあるんで、安心してね、それにね淡々とねのめり込んでいってあげると、すごく一生を通じたライフワークをね、皆さんは手にすること、いい趣味をね手にすることができるかもしれないですよね。そしたらすごくなんとなく幸せなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なんで皆さん幸せを目指してですね、ぜひね1万時間にねゆっくり到達するようなペースで、ぜひね、やってみてください。そのために、僕のね、動画をですね、初心者デッサン講座の動画、非常に長いですのでね、あれを見て、それからまた書いて、みたいな感じでね、そうするともう4時間とかね、6時間とかすぐ経っちゃいますのでね、それぐらいやって、時間をね、じわじわ積み上げていって、1万時間をぜひ目指してみてください。はい。そんな感じで今日は1万時間の法則についてお話ししてみました。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。それじゃあ、さよなら。